今日武雄市で開かれた会議には武雄と嬉野両市の商工会議所や商工会、それに観光協会や旅館組合の会頭、会長らが出席しました。会議では九州新幹線長崎ルートの全線フル規格整備を訴えて、フル規格促進佐賀県民会議を設立する方針を全会一致で決めました。どうしても何がどうあっても、フル規格で西九州ルートをつなぎたいと、そういう思いがありまして。会長には嬉野市商工会の小原会長、副会長には武雄商工会議所の溝上会頭などが就任し、早ければ来月中にも設立を目指す考えです。今後、並行在来線の本数維持やフル規格建設費の国費負担増額などを関係機関に働きかけるとともに、県内の他の地域にも参加を呼びかけていくということです。